前回までのアイドルロワイヤーラクーンシティラディオ、皆さんこんばんは、 DJ ゾンビです。さあ今日はね、オリキちゃんの友達のギャルちゃんがなんとゲストに来てくれたということで、もうスタジオの外でスタンバイしてくれてるそうです。もうね、今日はみんなには、俺リスナーには悪いけど、今日はね、俺男になります。逆にちょっとラジオとしては面白くないかもしれない。でも俺の運命のレイディーとの初対面なんで、そこはまあ、ちょっと応援してほしいよね。それでは呼んでみましょう、オリキちゃんの友達のギャルちゃんでーす。どうもギャルでーす。てかマジウケんだけど、マジまだはま、なんで私ラジオ呼ばれてんの、酔いちょまるすぎるわ。ちょ、君は誰、ちょっと勝手にスタジオ入られちゃ困るんだよね。え、オリキちゃんの友達のギャルでーす。あれ、思ってたよ、あれなんかゴツゴツしてるし爪長いね。てか生 DJ ゾンビヤバみ、結構漏れてんね。実はワイも DJ ゾンビにはリア子だったから結構アゲなんだよね。あ、俺はなんか逆になんか落ち着いちゃったかもね。え、それはさすがにひどくない、ピエン。まあね、ギャルちゃんとはいろいろ話もしたいけど、まあね、 JK みたいだし、もうそろそろ最後何か一言あればっていう感じかな。でもさすがに私のこと呼んどいて、その態度はおこだわ、マジマンジだわ。ちょっとこれ言っちゃっていいかな。え、ギャルの呼吸1の方、トビジャルネイル。いや、やっぱネイルしか勝たん。さあ、この番組ではバイオハザードもアナウンサーがガチで実況すれば怖くない説を検証するため、私元朝日放送アナウンサーの平岩康介が恐怖を感じた場面で全力実況やためにならない雑談をして乗り切るという企画になっております。グダグダ、ちょっと待って、今日最終回だからこのグダグダは良くないよ。ちょっと待って、戻るわ。さあ、この番組ではバイオハザードもアナウンサーがガチで実況すれば怖くない説を検証するため、私元朝日放送アナウンサーの平岩康介が恐怖を感じた場面で全力実況やためにならない雑談をして乗り切るという企画になっております。最後だからね、今日クレア編、バイオハザード RE2 クレア裏編の最終回になります。さあ、トップアイドルクレアは整形失敗野郎を倒して無事全米ツアーを始めることができるんでしょうか。最後の聖戦となります。ウィリアム、もう終わらせるわ。あっと、ここで昭和る大御所タレントの硫酸攻撃だ。昔の漫画やドラマでは少年の悪いいじめっ子がいじめている対象に硫酸をかけるシーンがありますが、その硫酸どこで手に入れたんだ。こいつは何、私の夫だった。私の傑作なんだ。ウィリアム、もっと早く殺すべきだった。でもどうしても当たり前でしょう。お互い結婚より仕事を優先してた。シェリーのことはよく一人にできたわね、地獄のような街で。あの子のいる世界に G ウイルスをばらまくわけにはいかなかったのよ。だからって一人にするなんて。私がやる。さあ、クレア最後の決戦になります。整形失敗野郎との1対1になりました。新人駆け出しアイドルのレオンの時はあの昭和る大御所タレントにはめられるような形でこの1対1が
始まりましたが、トップアイドルクレアはさすがに違います。自分から降りていって蹴りをつけるという、なんとも男気あふれるようなそんな展開になりました。初めてのソロ写真集で大胆な黒タンクトップ姿も披露しているクレアタン。今までベールに包まれて隠れたナイスバディも相まって、写真集は重版に次ぐ重版で、発売からたった1ヶ月で1256版まで重版されました。それならばもっと最初からたくさん部数を用意しておけばよかっただけのことかもしれませんが、とにもかくにもレオンとは比べ物にならないトップアイドルの魅力、そしてオーラが詰まっています。あっと、ただここで整形失敗野郎強力な一撃をかましてきた。ここはすかさず混ぜ混ぜしたハーブで回復をしていきます。ちょっと武器がね結構余ってきたんで、いろいろ持ってきたんですよね。とりあえずこの硫酸弾がなぜかかなりアイテムボックスにあったのと、まあこの SLS というカスタムのリボルバーの、まあほぼマグナムと同じような扱い、レオン編の強力な、ダメージを出したマグナムと同じような扱いの武器なので、まあこれと硫酸弾を主軸に使っていければなと思ってます。で、このなんか電気の名前忘れちゃったんですけど、この銃があって、これ全然使ってなかったんで持ってきたんですけど、ちょっと相手が距離を詰めてくるので、これ撃った後なんかこうテーザーガンみたいに電気を流せるんですよね。ちょっと長時間、ちょっと後でタイミングがあれば使ってみますけど、その隙が大きいのでなかなか使うタイミングがなくて、やっぱこの SLS がかなり使い勝手がいいですね。ダメージが大きくてそこまでね隙がないという感じですかね。クレアの武器は結構隙が多いですよね。リロードに時間がかかるので、まあこの SLS もそうなんですけど、グレネードランチャーもね単発式なんで一発一発リロードしなきゃいけないんで、こうやってね連射できないのところがね、まあその分一発ずつの攻撃力が高く設定されているのかもしれませんけど、まあ、そもそもねこの整形失敗野郎にグレネードランチャーが効くかどうかわからないんですけど、硫酸弾余ってるのでちょっと撃っておこうかなという。もうこれとあと何回かというか、まあこの整形失敗野郎と何度か戦ったらこれが最後だと思うので、まあ、ここが多分一番ボス戦らしいボス戦になるかなとは思ってるんですよね。なんといってもね、オリキがやっぱ序盤というか中盤ぐらいでやられてしまっているので、このね整形失敗野郎が後ろからもう心臓ごとねこう突き破るような仕草ありましたね。途中からオリキがいないというのがね、このクレアの裏辺の大きな特徴でもありました。さあ目玉を狙っていくんですが、なかなかエイムが合いません。今日ね、ちょうど昨日か4日連続の実況が終わりまして、そのために Apex やったりフォートナイトやったり、その間に配信で赤狼で弓矢打ったり、もういろんなゲームのねいろんなエイムしてるんで、もう感覚ぐちゃぐちゃなんですよね。だからちょっとこういう大雑把なねグレネードランチャーとかいいですね。とりあえず打っとけばいいからね。さあここなんとかして当たりました。タンクを持ち上げたところ、一緒にタンクもろとも爆発させていきました。ちょっと救急スプレーがどこかにあったので、それを回収していきたいんですけれども、あと SLS の弾ですね、弾がどっかにあったはずなんで、ちょっとねやっぱり SLS マグナムが一番強いので、そこしっかり回収して攻めていきたいと思います。あと2発しかないんですけど、あっとこれは大きなダメージを負いました。ちょっとリーチが思ったより長かったですね。なんか大きい白いタンクみたいな持ち上げてたんですよね。あれですね、なんか長く隙間が空いちゃってますけど、あーかなり怒り狂っています。これはトップアイドルに対する腹いせか。そんな八つ当たりをしている低俗アイドルにはちょっと隙がありそうなので、この必殺スパークショット最大まで電圧を溜めていく。まるで効きやしない、全く効きませんでした。ちょっと感電しているような動きで相手がガクガク動いているような状況はありましたが、ダメージはほぼ入ってないか。もう一度トライはしています。この動き一瞬バグったように見えて非常に滑稽なんですが、それ以外の面白みは全くありません。結局これを打ってワイヤーから電気を流している間、こちらが無防備になり、そして距離を詰められるというそんな内容になっています。あまり気軽には使えそうな武器ではありません。さあまた何かこれは持ってしまったら投げられるが、ここは大丈夫、壁の後ろに隠れています。そろそろ、おっと爆発もありダメージ深く入れていきたいところです。あとここでトロフィーシステムならぬインストール完了通知システムが次の実況タイトルをバラすというネタバレをしてきたところで、整形失敗野郎を倒しきりました。最後はわちゃわちゃして何が何だかよくわからないまま終わってしまいました。ただ一つこれだけは揺るぎない真実として言えるでしょう、クレアタンマジ可愛い。いやほんと可愛いんですよね。なんかねちょっとこうあどけなさがあるというか、ジルはねなんかこうキレがあるタイプの女性だったんですけどね、なんかクレアタンちょっと隙があるというか、ちょっとこうほんわかした部分もある、そんな柔らかい感じのねイメージですよね。
ちなみにちょっと一瞬出てしまったんですけど、あのバイオハザードリベレーションズですかね、あの次に実況するタイトルまだ確定したわけではないんですけれども、決めましたので、ちょっとリベレーションズじゃないんでね、あれですけど、今日最後に出ますんで、ちょっとそちらまで最後まで見ていただければなと思います。まあ、今日7月27日時点なんですけれども、バイオハザード関連のね作品がすごくプレイステーション4の PS ストアではセールでお安くなってますので、今日もツイッターに載せましたけど、バイオハザードシリーズ全部購入して、持ってないものは皆さんももし興味あれば覗いてみてください。それこそね、バイオハザードリベレーションズなんか多分990円とかそんな値段で、バイオハザード7とかも900いくらでしたかね、なんかすごく安くなってるので、ぜひ見てみてください。まあ、そろそろね全国的に梅雨も明けて、これからようやくホラーゲーム日和の夏が来そうなので、まあ、そういったところもあるのかもしれませんね。さあ、整形失敗野郎こと G を倒したので、向かってシェリーにねワクチン抗ウイルス剤を打たなければいけないので、あ、でもそうか、それはショーワル女性タレントがやってくれてるので、シェリーのお母さんですねが持って行ってくれているんですが、シェリーに会いに行くというような動きになりそうです。この部屋にはもう何もないので移動していきましょう。で、結構ね武器が余ってるんですよね。なんか今までそんな厳しく節約した覚えはないんですけど、割とうち、まあ、敵もほとんど倒してたので、まあでも足だけ倒してゾンビ放置したからなのか、結構サブマシンガンの弾も200発ぐらい、あと結構火薬もね全部残ってるんですよねこれ。で、最後クイックドローアーミーっていうこのハンドガンですよね、これもちょっとたくさん手に入ってるんで、まあせっかくね残してもしょうがないので、最後はできるだけ派手に敵を倒せればなというふうに、まあ打ち尽くして終われればなと思ってはいるんですけれども、まああとでもタイラントがいないとなると、オリキがいないとなると、もう倒す敵は G しかいないと思うので、それがどれだけ、まあそういう銃弾とか武器が必要になるかというところですよね。さあ、シェリーのいるところまで行きたいと思います。守衛室ですかね、ここですね、びっくりマークついてるところまで移動したいと思います。いや、いよいよねバイオハザード RE2 の方も表裏含め終わりが近づいてきているので、なんか寂しい気持ちはありますね。なんか私の中でバイオハザードってやっぱりその20年前の原作をプレイしているのが2、3という順番だったので、なんかすごくこの2作が私の中にとってのバイオハザードっていう感じなんですよね。1とかってなんかちょろっとやってたんですけど、ちゃんと遊んだっていうのは数年経ってからだったので。シェリー、クレア、よかった、ママを助けて。アネットシェリー、具合はどう？大丈夫、ママこそ苦しそう。ママ大丈夫、そのモニターを見せて。よかった、シェリーは助かる。すぐには回復しないけど、ええ、G ウイルスは消えてるわ。今の聞いた？ママどうしたの？あいつに襲われて。私なら心配ない。娘を連れて行って、お願い、ごめんね、シェリー、一人にして、あなただけは助かって。ママを置いていけない。置いてかないわ。警告、レベル4ウイルスの不正な持ち出しを検出しました。どうなってるの？自爆装置が作動したの。Gウイルスの漏洩を防ぐために。お願い、娘を助けて。
シェリー、ママにさよならして。じゃあ早くさよならして。ねえシェリー、ママはね、あなたを愛してたの。早くここを出ましょう。急いで。お守りって本当ね。クレアがいてくれてよかった。その話は後でしましょう。急がないと。早く。ちょっと表とはね違う展開だったので喋らずに見届けさせていただきましたけれども、まあお母さんがね、あそこで亡くなってしまったということで、なんかクレア裏辺の方が、あのアネットもちょっとこういい人役というか、完全な悪者だけではね、昔エイダ編の方はね、エイダ燃やそうとしたりとか、あの焼却炉でね、私ゲームオーバーになりましたけど、あのなんかそういうキャラでしたし、シェリーに対してもなんか結構最後まで冷たいあの態度でしたけど、まあここはね結局こう、ウイルス剤打ってくれたのもアネットですし、まあ最後はねシェリーに、まあ、自身の愛を伝えるようなシーンで終わりました。さあということで、シェリーといよいよこのネストも脱出して、ラクーンシティそのものから脱出していこうというような流れになります。で武器なんですけど、結局サブマシンが持ってきて、あの、クイックドローアーミーという一番最初から手に入れていたこの裏シナリオだけの武器、ちょっと即射できるような、こう連射できるようなリボルバーは置いてきました。であとこの、ポンコツの電気銃ですね、とグレネードランチャーというような装備できました。このスパークショットがね、多分もっとあの地下とかでの、あのドブアイドル、ドブ整形失敗野郎とかに使うと、なんか一発で倒せる、肩に目がついてるタイプのね、あれだったら一発で倒せたみたいなんですけど、なんかこれ最後の方で結構使うのかなと思って、あの余してたら結局めちゃくちゃ弾余ってたんで、多分ねあの持ってきた分じゃ足りなくて、プラスアルファでアイテムボックスに10発ぐらい入ってると思うんで、もうちょっと贅沢に使っておけばよかったなという感じでしたけど、なんか裏辺のが弾丸に余裕が逆にありましたね。このモニタールームはレオンとねちょっとやり取りがあったようなところでもあるんですけれども、特に何もないのかな。出る瞬間でしたかね。ちょっと救急スプレーだけ取っておきますけど、レオンと通信するんですけど途絶えてしまうようなシーンがここではありましたけど、ないですかね。あ、なさそうですね。アイテムだけ回収して出ていきたいと思います。でこの先でレオンの場合はオリキに会っていたんですけれども、こちらにはもうオリキはいないので、まあすんなりいけるんじゃないかなというふうに思います。最後の最後ね、邪魔するようななよという感じで、しかもタイラントからスーパータイラントにこう変化してる中でのやり取りでしたけど、さあここで爆発まであと10分というようなタイマーが出てきました。ネストが自爆するということで、さあこれ最後の火炎弾ですね。あとクレアタンの言葉とは裏腹にシェリータンが自ら火の中に飛び込んでいきました。さすが天才子役、火の中でのスタントももろともしません。さあ火薬火炎弾焼夷弾が切れてしまったんですが、硫酸弾であの焚き火は倒せるのかよく分かりませんが、もうここは先に進みましょう。そして火をぼーっと見ている天才子役、やはり天才子役はいろんなプレッシャーがあるんでしょう。行動がたまに読めない時があります。正直大人から見ても怖いです。先ほどは焚き木の中に自分から突っ込んでいき、そして今度はぼーっと炎を見つめるという不可解の行動を繰り返してきました。ようやく一人の時間が終わってはしごを降りてきた天才子役シェリーです。このドアなんで開かないのよ。ちょっと待ってシェリー、何を。反対側から開けられるかも。ドアが開かなかったんですが、ここはシェリーが開けてくれるようです。さすが天才子役、シンプルに使えます。一方全く使えなかったこのドッキリ用のビリビリ銃、しっかりと焚き木は倒すことができました。ただ焚き木なんかグレネードランチャーの焼夷弾でも一発でも倒せます。やはりしかもこれまだうようよ動いてるので、燃えてない限りは確定のキルにはならないんでしょうか。やはりドッキリ用のバチッとするね、ガチャガチャで出てくるあのいたずら用の銃ぐらいの威力しかスパークショットはなさそうです。硫酸弾でも一発で倒せるんですね。さあビリビリ銃で遊んでいる間に天才子役シェリーがしっかりと鍵を開けてくれたようです。これうようよ動いてんのはあれまた生き返る感じなんですかね。焼夷弾だとなんかもう燃え尽きて焦げて動かなくなるんですけど、だあれまた時間経つと、今回はねもう一方通行なのあれですけど、
本来のストーリー通りでここ戻ってきたりすると倒れてなかったりするんでしょうね。やっぱり焼夷弾が一発で倒せるようなアイテムになるみたいですね。まあでもクレアの場合はなんかいろんな方法で倒せるっぽいですね。硫酸弾も一発で効いてましたし、レオンの時はね、あの焚き火にかなり苦労したんですけど、捕まれると一発でやられてしまう、まあ、ワンパンキャラなので。さあということで、お違う展開ですね。今のところ広い広場で最後のオリキとの戦い、スーパーオリキとの戦いがレオンの時はあったんですけども、クレアはここ通り越してレオンが脱出する時に最後に飛び乗ることができたこの電車ですね。電車を動かしてクレアは先に移動をしていけるようです。この電車をただ動かさなければいけないので、おお、ガトリングガン来ました。ミニガンことガトリングガンが出てきましたよ。じゃあおそらく最後になるであろう雑談タイムいきますか。まあ、雑学タイムですね。このガトリングガンって意外に歴史が長くてですね、最初に登場したのは今から160年も前なんですよね。アメリカの、ガトリングさんによって発明されました。だからガトリング砲って言うんですけどね。で、まあ、南北戦争とかで使われていたんですけど、まあ、どういう使い方されてたかっていうと、最初は、当時の銃はこう連射できないので、まあ、戦列歩兵といって、昔のお侍さんの合戦のように、なんていうの、長方形に並んで、例えば6人かける、それが6列とか36人だったら、そういう風に並んで、こう、密集して戦ってたんですよね。で、歩いていって銃をバン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 撃って、で、どん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 もうその装填で次の弾詰めるまで何十秒かかかるわけですよね。で、また準備できてパーンって撃って。で、そうするとだんだん相手が近づいてくるので、最後はもう銃剣、銃の先についた剣で戦うっていう、そのためにこう隊列を組んでるんですけど、まあ、そういう戦い方だったんですよね。その後いろんなね、こう、ちょっと半オートマチックみたいな銃がどんどんライフルでも出てきて、第二次世界大戦とかこうみんなばらけてるイメージですよね。なんか各々がほふく前進しながら、こう固まっていかないじゃないですか。列になって少なくともみんなこう、影に隠れながら進んでいくっていうところになるんですけど、昔は固まってたので、あー物語が始まる。どうするの？列車を動かさないと。あなたはここにいて。いい、わかった、ここで待ってるね。いい子ね。気をつけて。大丈夫よ。さすが天才子役のシェリーはしっかりと大人の空気も読んで、場の空気も読んで、雑学を披露するための時間をくれました。そうで、その戦列歩兵たちは固まってるので、そこに向かって大砲とか撃ってたわけですよ。で、その固まってるところに向けて一気に、多くの弾丸を入れていって倒すためにガトリング砲は発明されました。オッケー、なんとか動いたみたい。よし、これでいけそうね。クレア、え、レオン、あなたなの？ああ、だがここはもう持たない。クレア、今すぐ脱出しろ。いいな？脱出路は見つけたわ。きっとなんとかなると思う。あなたはどこ？クレア、聞こえるか？レオン、よく聞こえない。俺に構うな、早く脱出しろ。レオン、レオン、もう何なの？いや、アイアンマンの着地の仕方、久しぶりの粗品さんツッコミをしてしまうほど見事なアイアンマン着地でした。さあ、まだなんと醜い姿になり合った請求失敗野郎との戦いが待っていました。お腹にいくつもの、胸にいくつもの目玉が出てきました。これは凶悪だ。早速ガトリングさんの発明品にあやかりましょう。これがガトリング砲の威力だ。いや、強いぞ。なんでこれはレオンのロケットランチャーと違ってイベントアイテムで、これで一撃で倒せるわけではなさそうです。確かにそれにしては弾丸数が多すぎる。これを全て打ち切る頃には倒せるようなダメージ量になっているのか。まあもう武器もたくさんあるので、ここはバブリーに打ち込んでいきましょう。ありがとうガトリングさん。ちなみに日本でガトリング砲を実戦で使用したのは戊辰戦争で長岡藩が使ったという記録が残っているそうです。さあ、ここでいたずら用のバチバチ銃、さすがにこれは全く効きません。ちなみに華奢なナイスバディなクレアタンが
このガトリングガンを背負って今軽々しくバチバチ銃と入れ替えたりしましたが、実際には重すぎてこんなことは絶対にできません。あっとジャンプでまた攻撃を仕掛けてきた。身軽になりました。もはや成形失敗の範疇を超え、体中がぐちゃぐちゃになっています。そこに硫酸弾をお見舞いしていく。そう、ガトリングガンは本来はヘリや航空機につける武器であり、重すぎてこうやって歩いて持ち歩くことはほぼ不可能です。30キロ40キロあると言われています。アーノルド・シュワルツネッカーが映画ターミネーター2でも持ち歩いて人気を博しましたが、実際の撮影ではあれも車用のバッテリーを2つケーブルで長く隠してつなげて回していたのです。いやが王にも雑学がこの弾丸のように溢れ出てきてしまいます。私のただ雑学の残り弾数も100発を切りそうか。さあ、かなりのダメージを入れているんですが、なかなか倒れてくれません。あ、ただ上から落下してくるパターンです。これは新しい動きになりました。上にいてもダメージは入ってるんでしょうか。さあ、いたずら用のガチャガチャで当てたこのビリビリ銃です。ただここはリオレウスよろしく這いながら進んできました。そう、モンスターハンターはカプコンの、同じカプコンさんのソフトなので多分大丈夫でしょう。さあ、後ろに怒り狂ったように動いていますが、さあガトリングさんの最大の発明品も残り57発。イベントキャラだと思っていましたが、これはマジのラスボスだったようです。油断しすぎました。ガトリングガンももう残りわずかというか、あとビリビリ銃しか残っていないので武器的にかなり厳しい展開になりました。このシチュエーションでビリビリ銃しか持っていないのは、駄菓子屋のガチャガチャで当てたガキ大将の小学生とこのクレアタンぐらいでしょう。さすがにポッケにビリビリ銃だけでは勝ち目がなさそうな相手です。さあ、落ちてくるように飛んできたが、あれは自分の意思だったか。さすがにかなり体力が高い。ここもダメージ食らってしまいますが、もうこれはビリビリ銃だけ。あー、まだ一発目硫酸弾が残ってました。負けなしの硫酸弾、これではさすがに倒れてくれないか。いやー、倒れません。またモンハン形式で追ってきました。さあ、残りはこのビリビリ銃ですが、ここを目玉に刺して最大限まで貯めるというのを繰り返していくしかなさそうです。さあ、そのビリビリ銃も残り8発という心もとない数値です。ここも最大限までダメージを入れていきます。まあ、かなりダメージ自体はあると思うんですけれども、それでも、あーっと残りは4発まで来ました。これ遠いと刺さんないんですね。さあ、カートリッジの無駄打ちもあって、あと2発しかないという絶体絶命、ほぼ無理でしょう。これは素手になったらどうやって戦うのか。待て、手榴弾があるかもしれない。手榴弾は古きバイオハザードファンの中からすると邪道な武器かもしれません。おそらくバイオハザード5か4から登場した武器です。ただそうなりふり構わってはいられません。手榴弾のダメージの高さ、おっと、今クレータンの足が黒いスパッツから素穴が透けているように見えたが、ついに幻覚まで見るようになってしまったか。これは末期だ、やばいぞ。ここはもういたずら用のビリビリ銃ではどうにもならないので、まずはアンダースローの手榴弾から。さあ、これは大きなダメージか。倒れたか、倒れたか。なんと最後は手榴弾で蹴りをつける。いや、まだまだ動くか。そこに手榴弾を波状攻撃的に投げていく。これはまだ倒れていないのか。さあ、なけなしのラストガシャポンで当てたビリビリ銃はどうか。効くか。最後まで当てたが効いたぞ。倒しきりました。最後の最後にまさかこのバカにしていたガシャポンで当てたビリビリ銃に頼るとは思いもしませんでした。大丈夫よ、もう出発しましょう。あれ、ちょっと待って、レオン乗ってなくね。
ここを出たら何がしたい？クレアの家に行きたい。いいよ、シャワーも浴びたいしね。だね。やだ、匂う？本当だ。クレア、レオン、よかった、無事で。大丈夫だって言ったろ。そうね。この子は？彼女はシェリーよ。よろしく。なんだ今のは？わからない。シェリーお願い、見てくる。いや、まだあるんかい。裏辺長いですね。この電車でも最後戦うんですよ。ここにアイテムボックスあったんで、まあまあ武器はね、補充できますけど、もう何も持ってないので、完全な素手というか、もう丸腰なので、ちょっと録画できてなかったので飛ばしちゃいましたけど、一応最後こんな構成にしました。まあもうあるもん全部持ってきて、サブマシンガンと硫酸弾を主に戦っていこうかなと思います。先ほどの反省を生かしてね。で、一応ミニガンの弾とかもしかしたら手に入るかもしれないんで、ミニガンは邪魔ですけど持ってきました。さすがにこれが最終決戦となるでしょう。ついに電車まで乗ってきました。これは乗車券も持っていないでしょう。かなりタチの悪い無賃乗車です。自分でできる努力をせずに整形という安易な道に逃げたこの悲しきアイドルのなるの果て。電車に乗るお金もありません。ここは今までために溜め込んだサブマシンガンの弾を打ち込んでいきます。というかこれで倒し方合ってるのかよくわかんないんですけど、もう相手は特に攻撃も仕掛けてこないんですけど、まあだんだんと近づいてきている感じですかね。もしかしたらあれ、なんかちょっと周りがかなり赤くなってきましたけど、ガトリングガンここで残しておいた方が良かったのかちょっとわかりませんけれども、サブマシンガンの弾もあと44発。ただグレネードもあります。そして目がついに出てきました。これはバイオハザードのオープニングで出てきたような目か。あっと暴れ回っている。何をしても叶わないトップアイドルのクレアタンに対して怒りをぶつけて、オープンカーならぬオープントレインにしてしまいました。切り離すぞ。レオンって付き合ってるの？いや、そんなんじゃない。出会ったばかりだ。夕べね。そう。でも、とんだ初デートになった。ああ、ほんとぶっ飛んでた。見て、乗せてもらえるかもよ。もし広がってたら。シェリーを頼む。シェリー。いいやつだった。じゃあ終わったの？わからない。もしダメでも何とかしよう。俺たちで。ええ、必ずね。3人一緒なら大丈夫だ。行こう。ねえ、私を養子にして。養子に？子犬買おうよ。子犬？オウムも。オウム？ペットが欲しかったけどママが嫌がって。はあ、そうか。続いての曲はマンネリの水曜でも元気が湧いてくる。
にまさか最後ラジオ DJ で終わるっていうね、ちょっと DJ ゾンビを彷彿とさせるラストでびっくりしましたけど、こんな終わり方だとはまさか思ってなかったので、まあすごいねおしゃれな最後締め方というか終わり方だったんですけど、僕はもう DJ ゾンビしか思い出せなかったんで、なんでこの終わり方ってちょっと思ってしまいましたけども、バイオハザード RE2、レオンの表編とクレアの裏編続けてご覧いただきまして本当にありがとうございました。まあまあ本当はねこっちプレイしてからバイオハザード RE3 という順番でプレイできればよかったんですけど、まあ時系列で言うとそんなに違いはなく、この後ね最後ジルがちょっと動いて終わると、いうところ、ジルが病院で寝ている、時間のこの物語なんですけどね、だから昨日出会ったばっかりであって結局48時間しかこの2人はほぼほぼ動いてないよっていうところなんでね、まあ、長い一日を過ごしたという2人でしたけれども、なんかすごく感慨深かったですね。実は私初めてバイオハザード2をちゃんと最後まで表裏クリアした時はクレアから始めてレオンの裏だったんですよ。だからちょっと今回逆でプレイをしてみようかなと思って、まあ もちろんその当時は両方、その逆もねその後にやってるんですけど、ちょっとやってみました。いや本当にねやっぱり名作、もう本当にバイオハザードの中でも一番っていうぐらい私は、まあ、思い出も含めてこれと3は好きですね。本当セットで、まあ、同じラクーンシティの物語ということで楽しませていただきました、まあ、あとやっぱりグラフィックもね本当に当時からもう大進化で綺麗なので、やっぱり冗談抜きで女性キャラたちは可愛かったですね。当時ってやっぱりそのプレイステーションの画質だとゲーム自体の女性はもうポリゴンも荒かったし、画質もめちゃくちゃ荒いので、そのキャラが可愛いというよりはその設定のコンセプトのなんか絵とか、まあ、ファミ通とか雑誌に載ってるジルとかクレアの絵が見て、あこんな顔なんだとか結構可愛いなっていうぐらいの感じだったんですけど、これでも本当に操作してるねキャラクターが本当に可愛らしさもあるし動きもリアルだしっていうのがあってすごく楽しくできました。まあ、あとこの辺りからね結構雑学もなんかいろんな歴史の話とか国の話とかちょっと難しい話をいろいろさせていただいたんですけども、いかがでしたでしょうか。まあただね、リアクション取るだけだと面白くないところもあるし、ちょっとオリジナリティ出したいな、まあアナウンサーなのでそういうところはちょっと説明うまくできたらなと思っていろいろやってみました。まあ他のゲーム動画でもそういう雑談とか、生配信もそうですけど雑学はどんどん出していく予定ですので、引き続きご覧いただければなというふうに思います。それではまたどこか別のゲームの世界でお会いしましょう。ここまで実況平山康介でした。男はある目的があってここに来た。都会の喧騒に疲れ果てた男。男はその疲れを癒すため、そう、田舎の家に泊まってみたかった。地獄のオタク訪問が始まる。ということで次回からはバイオハザード7の田舎に泊めてもらおう編がスタートします。高評価とチャンネル登録のほどまだの方は何卒よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ここまで実況平岩康介でした。